はい、皆さんこんにちは、三宅たまこです。今日はゆりもりちゃんです。よろしくお願いします。はい、ゆりもりちゃんと栃木県佐野市にありますとんどんちゃん2号店さんにやってきました。はい、こちら2回目で、ゆりもりちゃんも2回目はい、なんですけど、チャレンジメニューがたくさんあって、ね、前回も紹介したと思うんですけど、本当に、ね、数えきれないぐらいのチャレンジがあって、今回もゆりもりちゃんとダブルチャレンジしたいと思います。こちら結構ね、韓国料理があるんですけど、今回は韓国料理のプレートをね、7キロぐらいって聞いてる。うん、だから増えなければ7キロぐらいはい、お二人で食べたいと思います。韓国料理大好きなんで、すごい楽しみです。はい、ゆりもりちゃんと楽しくお話ししながら食べていきたいと思います。もうガチになるかもしれないけど、そうだね、まだ量見てないんで、ちょっとガチになるか楽しく喋れるかはちょっとわかんないんですけど、うん、はい、食べていきたいと思います。ゆりもりちゃんのチャンネルでも動画公開されるので、そちらもぜひご覧ください、はい。はい、ということで、まず UFO チキンとチーズタッカルビがやってきました、うん、めっちゃ美味しそう。美味しそう。そしてここにね、でっかいプレートと、あとスープが来るということで、総重量がまさかの10キロぐらいあるらしいんですが、いろいろ頑張ってくれちゃって、ね、そう、はい、今年一番頑張ってるんですか10キロぐらいあるそうなんですが、まあ、頑張って2人でね、まあ、60分以内でできれば、はい、食べたいなと思います、はい、やるからにはね、うん、頑張りましょう。10キロか、固形だしな、スープ以外は、うん、すごい、おー、すごい、すごい、この方が前なんですよ、カメラ方ですね。あ、すごい、パーティーパーティ ー, ー, ティーだ、ね、結構大人数のパーティー親戚何十人分のすごい、ありがとうございます。めっちゃ美味しそう、映えてる。この時点で9です。この時点で 9? わかりました。器を抜いて9です。了解です。頑張ります。頑張ります。スープ抜きでも、スープありで、ありですか、はい、お願いします。スープあった方がいいね。はい、ということで、すごいのがやってきました。チヂミもあって、ビビンバあって、キンパあって、ソトックソトックあって、あとマンドゥもある、チキンもある。好きな韓国料理いっぱい詰まってるって感じ詳しいね、さすが。韓国料理もしょっちゅう行ってるから嬉しい。そうそう、トマトとかがこうちょいちょいあるのが嬉しい ね合間にね、うん、おー、あ、美味しそう。カルロンタンすごい、ソルロンタン来ました。今カリギリギスープが出るんですけど、総重量11です。バルト1人 5.5kg で、三宅さんがちょっと頑張ってもらって、今ちょっと行きますね。頑張ります。割れば 5.5 です。割れば5.5。割ればね。三宅さんがちょっと多めに行ってもらって、多めに頑張ります。おお、結構辛そう。はい、ということでね、ちょっと量が予定よりだいぶ増えてしまったので、ちょっと10分増やしまして70分チャレンジにしたいと思います。じゃあもういいですか、頑張りましょう。はい、はい、じゃあお願いします。はい、それでは、はい、準備はよろしいですか。はい、はい、本日はコラボです。はい、宮部さんとゆりこさんで韓国プレートを楽しんで召し上がってください。はい、それでは行っちゃってください。3、2、1、スタート。はい、いただきまーす。どれから行こう、卵焼きから行こうかな、美味しそう。いただきまーす。卵焼き、うん、うわ、いいね、卵、うまっ、海苔が入ってて、海苔の風味が、
うん、ふわふわ。韓国海苔とニラ、うん、美味しい。美味しいね。うん。チヂミ。うん、うん。うん。カリカリっと。桜エビみたいな、エビ風味、おいしい。エビ？桜エビみたいな、うん、あ、ほんとだ、すごいいっぱい入ってる。結構、ずっしり系のチヂミだね、うん、ね、チヂミ結構ずっしりくるよね、うん、すごい、あ、おいしい。もういろいろ食べていこう、今日はまんじゅう。うん、おいしい。あ、チヂミ2種類ある？ 2種類あるね。2種類ある、うん、おいしいもん。うん、餃子もおいしい。まんじゅう、ちょっとカリカリ、揚げ餃子みたいな。まんじゅう、うん、ちょっと、うん、あ、結構餅が弾力がある、おいしい。これは顎使うね。うーん、顎がやられそうだよ、これ餅で。うん、うわ、初めて食べる。え、そうなの？うん、ちょっと、うん、お餅いいな。ソーセージとお餅、なんか、うんうんうん、あの、トッポギのお餅を、うん、ソーセージと、甘辛ダレ、おいしいね、おいしいよね、うん、うん、チキン、うん、おいしい、うん、いいな、チキン柔らかい、ヤンニョムチキン。そうだ、めっちゃ韓国詳しいね。なんか新大久保通いまくってるよね。カンドラ大好きだし、うん、なんか推しもいるしね。すごい、え、何人いるの推し？一人？いっぱいいる、いっぱいいる。いっぱいいるよね。ハンドラオタクだから、韓国ドラマに出てくる俳優さん、大体みんな好き。みんな推してる。もう、あの、ともちゃんの影響で、私、ハンドラ今まで全然見たことなかったんだけど、見始めました。いいね。うん。こっちの世界へようこそ。だから、ちょっと、ちょっとついていけるかな。うん。うん、あの、推しも何人かわかる。え、本当？何か分かる。誰が好き？あ、好きなの、まだ。私まだお城見つかってない。あ、なるほどね。うん、でも、キュンキュンはしてる。うん。ソヒョンさん。キムスヒョン。そう。涙の女王見た？見た。見たんだ。見た。かっこいいよね。ともちゃんが言ってた人、この人か。キムスヒョンが出てるドラマは、うん、本当にどれもいい。ね、うん。女優さんのファンにも言ってたよね。言ってた。キム・ジヨンちゃんも昔から好き、うん、なんかいろんなの出てて、うん、あの太陽の末裔っていうドラマがすごい好きな、うんうんうん、それに出てて、リチャそれ見るわ、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ、もう超おすすめ。それ見よう。そう、なんかさ、涙みたいな。キム・ジヨンちゃん、ジヨン綺麗すぎちゃって、うん、完璧に決めきれすぎちゃって、この間ファンミ行った時、もう双眼鏡で、うん、ずーっと顔を眺めてた。もう綺麗すぎて、もう、で、何かするたびに、かわいい、かわいい、かわいいしか言ってなかった。わ、うん、かる、あの女性でもすごい、うん、ね、好きになっちゃうぐらい。結構なんか性格がきつい役みたいなの多いから、うん、なんかきつい子なんかなってイメージがあったけど、うん、そのジオンちゃんはめちゃめちゃ女の子って感じの、うん、女の子っぽい、うん、可愛らしい、声も高くて、うん、あれはやっぱ演技できつい感じやってたんだなと思って、うんうん、めちゃめちゃ可愛かった。そ
そういうの見てたらさ、やっぱ出てくるようになるのネットで、うん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 、こうやってるさ、うん、こういうポーズするのみたいな、うんうんうん、あんなきつい役やってたからさ、なんかプール役だからさ、そんなポーズすると思わない。そうそう、他のドラマも結構きつい役が多いかも。そうなんだ、うん、似合う、うん、ね、うん、かわいいよ、本当にかわいいよ、でキンパ美味しい、食べるんだけど、ニャムニャムチキンがすごく好みの味、なんか辛いんだけど、ね、なんでこの、ね、柔らかいし ね、甘辛ダレって感じじゃなくて、なんかスパイスなのかな、うん、なんかこのスパイスも、うん、うん、感じ、ゆりまちゃんもついに寝不足の世界へようこそ、うん、一番最初にペントハウスにいて、うん、ペントハウスの時もすごい寝不足になった、子供寝かしつけてから夜一人で、ねね、見るんだけど気づいたら朝じゃない、やめとこうって思うんだけど、うん、気づいたら朝なんだよね、気づいたら朝なんだよ、やめどきがわかんない、うん、いや本当気になるとこでさ終わるからさ、うん、そうなの、今やめても寝れないと思って考えちゃって、うん、これは次を見ないと寝れないって、うん、上手ね、あの、うん、持っていきたなら 寝させてくれない、ね、次に見たのはなんかランキングで1位みたいな感じだったのが愛の不時着、うん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 、あれでなんかザ・サンドラみたいな感じで、ね、これにね、うん、みんな共感するのねみたいな、私もコロナ中にあれを見て再熱したの、うん、カンドラブームが、うんうん、1回目ハマった時がもう10年ぐらい前で、うん、10年12年前ぐらい、うん、でコロナの時に2回目にまたハマっちゃって、うんうんうん、続いてるまだ、うん、カンドラ見てるとさやっぱ韓国料理美味しそうに見えちゃってもうそれでもう本当に韓国料理を食べたくなって新大久保みたいな私あの庭にあの台作ろうかと思ったの、庭にさみんななんか台出してその台の上にさ食べてるじゃん、あの台何みたいな感じでさ、なんかベランダじゃないんだけど、うん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 、韓国の家にはさなんかあるじゃん、だからあの台作ろうかなと思って庭があったら作れるね、うん、あれ憧れた、これ辛いね、何だろうこれ、キムチまんじゅう、キムチまんじゅう、うん、結構辛い、このままでいけるよね、うん、これが結構強敵かもしれない、もちもち感がすごい、うん、まだあと1時間ぐらいあるから大丈夫、まだ1時間もある、え溶けてきたよチーズ、あ、本当だ。あ、でもちょっとなんか私好みの俳優さんはいたかも。誰誰？あのクヨン弁護士の天才とかね。相手役の？カン。え、カン。カンテオ。テオ、サンテオ。カンテオ。渋い、渋いってかなんか大人な。あー、わかるー。わかるー。あれ惚れちゃうよね。うん。爽やかな大人な感じ。うん、めっちゃかっこいい。うん。もうめっちゃ優しい、うん、ケントするよね、うん、ほんとみんな好きになっちゃうからな、うん、推しがいっぱい、あと何の人も名前がわかんないんだけどキム秘書、うんうん、パクソジュン、そう、うん、好きでしょ好き好き、最初に好きになったのパクソジュン、なんかかっこいいでもね、あ、ともちゃん好きそうかなパクソジュンはあの、うん、彼女は綺麗だったっていうドラマと、うん、サムマイウェが好き、うん、あのキムジウォンちゃんと出てるその、うん、サムマイウェおすすめ、うん、見よ、見たいのが出てる、うん、明太、うん、明太これ美味しかった、うん、やっぱ時間かかるね、うん、下ご飯でもいい、うん、これに入れたらいいかな、こっち取っていい、ビビンバ、うん、よし、おお、すごい、え、すごい量なんだけど、ご飯待って待って、
ご飯の下にさ、ご飯が見えるんだけど。見えちゃった。見えちゃったよね。見なかったことにしよう。え、本当だよね。なんかどんどん出てくる。奥がどこまであります。やば。混ぜちゃってね、うん、ガーリックチャーハンなんだ、うん、やばいやばい、もうこれだけですごい、もう特盛り特盛りメガ盛りみたいな量あるんだけど、やばっ、さすが。あ、めっちゃガーリックの匂いしてきた、うんうん、もうビビンバとガーリックチャーハン混ぜる、コチュジャン、コチュジャン、たっぷり入れて混ぜて、うん、うまっ、うん、ガーリックチャーハンってかめっちゃガーリック風味だ。これ取ったら、うん、ここまでかと思った。お皿の底が奥がさらに深かった、ね、平らじゃなくて奥深いね。おいしい。私はじゃあちょっとスープを飲みます。いや、スープも行きたい。トルロンパン。ベテラとルッチジョンスープ。あ、うまい。やば、うまい。うん。うん。うまそう。牛の旨味がすごい。ねえ、美味しい。うん。美味しそう。うんうんうん。めっちゃ美味しい。卵もあった。あと50分。あと50分だ。これ何がかかってるんですか？あー、最高。甘いやつ食べよう。ハニーソースチキン。あ、あ、ここ。うん。まあ、うん。これもカリカリ。チーズつけなくてもいい。直付けで。うん。オッケー。うん、衣がサクサク、すごいチーズ、美味しそう、美味しい、おー、あ、赤さ、あ、うまっ、うん、ね、美味しい、うん、うん、このままでも美味しかったけど、めっちゃチーズ合うね、うん、うん、チーズもっとかけてもいいかも、うん、チーズを追加します。チーズ追加、めっちゃ楽しんじゃってる。でもめっちゃ急いでる。そうじゃない、めっちゃ急いでるんだけど、あと食べるな、ね、はい、朝最速で食べてるんです。私の中では早送りはね。わかるよ。うん。でもさ、1月に会った時にさ、全く見てなかったじゃん。全く見てなかった。そっから結構見せるね。見てない。毎日寝不足。うん、わかるよ。うん、ともちゃんが言ってた意味が。わかるでしょ。見出したら止まらないでしょ。うん。でもさ、もう見てるうちから次どれ見ようとかなっちゃってさ、終わったらまた次見始めちゃうから。止まらないよ。私だってもう本当に結構短いスパンで100何十本見たもん。2日で1本見てたから。うん、それ毎日。毎日朝まで見た。うんうん、朝から仕事行って、うん、また夜中から見て、うん、その生活をずっとしてたい。いや、うん、そうなるよね。なるよね。最近でも控えてる。
うち今ちょっと落ち着いてて、うん、今年入ってから、うん、多分3本ぐらいしか見てない。3、4本しか見てない。今ランキング順に見てたのね。うん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 。で、今ちょっと落ち着いて、今ランキングを 見ないようにした。ちゃんと寝ようと思って。うん、でもさ、うん、寝不足だけどさ、肌調子良くない？やっぱ女性ホルモン分泌されるからさ、うん、ね、キュンキュンして、うん、そんなに寝てないのになんかすごい潤ってるわみたいになっちゃう。なんかキュンキュン要素も好きなんだけど、そんなはずないじゃんっていう。なるほどね、うんうんうん、その設定が結構好き。非現実ね。非現実の、ね、絶対起こるはずがないことが起こるじゃん。確かに。あれが面白いです、うん、まず日本じゃ考えられない、うん、ファンタジーみたいなの結構多いもん ね、うん、私はでも復讐系が好きなの。もう復讐して、うん、この最後に復讐できた時のこのもうなんか達成感っていうか、あれが好きなんだよね。ドロッドロでさ、もう超イラつくのよ相手のさ、うんうん、でもさ、それをスカッとさ、最後さ、うん、やっつけた時にさ、もうすごいもう、うん、ドロドロって見てない。悪いやつはさ、いるじゃん、うん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 、絶対なんかやっぱヒール役として見ててさ、やっぱ最後、まあ、やっつけられるんだけど、なんかちょっと味方になれな、なんかその気持ちも分かるみたいな。ちょっと切なくなる。なんか、あ、こういう気持ちだったんだねみたいな。なるほどね、うん、ちょっと味方になれる。普通の時はもうこいつさえいなけんのみたいな、うんうん、なるんだけど、それだけさ、うん、俳優さんの演技が上手いってことだよね。本当にムカつくもんね、なんかね。本当にムカつく。本当にいなくなればいいのにって、うん、ちゃんと作り込まれてるからさ、普段はこういう人じゃないよっていうのを、なんかメイキング映像みたいなとかちゃんと紹介されてる、うん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 、やっぱ演技力が高いからそれだけこうね、できる。え、麺が入ってる、あれ、うどん、うどん、うどん入ってる。今気づいた。うどんが入ってる。チーズタッカルビ。麺入りだ。熱そう。いただきます。熱そう。うん。なんかめっちゃコシがある。二郎系とかの麺なのかな。うどんじゃないの。めちゃめちゃコシがある。うん、二郎とかの麺に使ってる、うんうん。あ、めっちゃ美味しい。甘辛で。うん。ちょっとゆりぼんちゃん急ごうかな。オッケー、急げる。最速で食べてるんだけどね。これもやっぱ餅が入ってるから、うん、餅の弾力が、うん、うまい。これ美味しいね、うん、めちゃめちゃ美味しくない。めちゃ美味しい。白飯欲しいなんて。これで分別するって混ぜようか、ビビンバと一緒にね、食べよう。あ、時間をね、あと35分しかないじゃん。え、そんなに時間経った。え、半分経ったってことだよね。ね、早い。もう半分の時間経ってる。やばっ。結構これまだ私食べてるようでさ、下にまだあるから、チャーハンが。
牛肉の香りが。でもご飯物はね、得意だからいける。問題はやっぱ、好きに先に食べた方がいいな。ちょっと時間が、だいぶ減ってます？減ってます？おお。入れただけ。入れただけ。入れただけ。そこが深いよね、うん、だってビビンバの下にさ、このチャーハンあるんだもん、ガーリックチャーハン。ビビンバのご飯よりも確かに広がってるもんね、うんうん、山盛りなんだけど全部乗せて、ちょっと食べた気になる。確かにそれあるよね、四角を減らすね、うんうん。基本的にはね、まだ全然手だ、時間がないな。コーラをもらいました。あ、8分しかやってない。スープ行きたいけどな、スープは最後に行けるから唐揚げ頑張ろう。頑張ろう。まあ、うん、もうここのチキン、新大久保とかで食べるよりすごい好き。うん、うん、うまっ。カリカリでね。ね。うん。唐揚げは食べきったい。さすがにもう、顎が疲れとったよ。うん、うん、おー、肉いっぱい入ってる。うん、もらった。行けるとこまで行こう。うん、あ、7分。じゃキンパ食べよう、キンパ。あ、キンパいっちゃうよ。お腹です。まあまあある。よかったね。コーラを。やばい、あ、もうカウントダウンしてもらおうと思ったらもうカウントダウンの時間だったわ。やばい、あと15秒、14。したのに行けなかった。でもゆりもりちゃんにしたらめちゃくちゃ早く食べたよね。何年ぶりに、うん、ちょっと時間内は無理だったんですけど完食したいと思います。はい、うん、めっちゃ近いよこれ、ね、お肉。うん、やわらか。うん、めっちゃおいしそうそうだ。うん、うまい。あ、ソルロンタン。ソルロンタン。美味しかった。めっちゃさ、お肉柔らかかった、それ。すごいね。あれ、ご飯。合う？
あるんだけどさ、ご飯欲しいとはなんか思うんだけど結構すごい量だね。だかき集めただけだもん、ここに。さんの限界パンパンを見たことがない。なんか限界パンパンまで行ったこと。限界パンパン。ここまで無理することがない。美味しいうちに終わっちゃう。うん。では。スープだけでも具だくさん。う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 ん。乗ったやつがちょっと残っちゃってるんですが、自分の乗ったやつはなんとか出てきました。はい、すごい。どれぐらいの残ってるんだろう。あと、1キロ分ぐらい。1キロなんです。まあ、スープがあれだけど、ね。あ、でも10キロ近く食べて、9キロぐらいは食べました。ぐらい。2人で。1キロぐらいは食べました。食べました。ちょっと。飲み物も水分めっちゃ飲んじゃったし、ね、結構パンパン。5杯くらい飲んだ。結構パンパン。久しぶりかも。何年ぶりかも。こんなパンパン、パンパンクラクラ。パンパンクラクラする。これです。はい。美味しくいただける量いただきました。すごい。美味しかった。常に飽きずに食べられました。美味しかったです。ちょっとチャレンジは全然70分はちょっと無理でしたが、はい、美味しかったです。ちょっとね、ここは本当にいろんなねチャレンジあるので、よかったです。行きたいと思います。こちらの今日食べたメニューはね、それぞれお店のメニューであるので、気になったメニューがあったら皆さんぜひ頼んでみてください。ここにあのサムギョプサルもおすすめということなので、サムギョプサルとか韓国料理とか他にもいろいろね、もう本当何屋さんかわからないぐらいいろんなメニューがたくさんあるので、チャレンジメニューもたくさんあるので、皆さんぜひ来てみてください。私もまたね、違うチャレンジメニューに挑戦しに行きたいと思います。はい、ゆりもちゃんのチャンネルでも動画流れるので、皆さんぜひこちらもご覧ください。あ、結構食べたよこれ。だってすごいよ。あのね、ね、私の分も結構この辺とかこの辺とか、私の分も食べてくれたんで、ここにあったら良かった。でも、元々はね、でも私の方が多く食べる予定だったからもうちょっと頑張ってね、食べれたら良かったんだけど、ちょっと強敵でしたね。はい、強敵でした。でもすごい楽しかったです。ゆりもりちゃん、韓国ドラマを好きになってくれたんで、だからちょっと話もね、はい、またゆっくり聞きたいと思います。はい、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。バイバーイ。バイバーイ。